観音の中には四生下部と呼ばれる場所があって、でその四生下部という場所のすぐ下に脳下垂体っていう場所があるのね。脳下垂体か脳下垂体、すぐ下にあるの。じゃあね、チロキシンの分泌のところで学習したけど、この場所一つ一つ確認しながらチロキシンの分泌でできたホルモン見てみるよ。と、官脳ってやっぱり脳って言われるぐらいだから、神経細胞がいっぱいいるのね。神経を作ってる細胞を神経細胞って言うんですよ。ちょっと変な形してるんだけどね。こんな感じ。神経細胞。で、この神経細胞が、ホルモンを分泌する。で、ホルモンって、血液中に分泌するもんだから、ちゃんと、血管がこうやって、通ってて、で、この血管の中に、放出ホルモンを分泌するのね。が放出ホルモン。で、放出ホルモンは脳下垂体前葉、あ、前葉ってね、脳下垂体の顔の前の方を前葉顔の後ろの方を後葉っていうから ね脳下垂体の中にも前葉、前の方のところと後葉、後ろの方のところがあるんだね。顔の前、顔の後ろって意味だよ。で、官脳の視床下部にいる神経細胞がホルモンを放出して、で、そのホルモンが脳下垂体前葉にいる細胞に働きかける。で、この脳下垂体前葉にいる細胞、脳下垂体前葉にいる細胞がこの放出ホルモンを受け取って、またね、血管の中に別のホルモンをこう流していく。例えば甲状腺刺激ホルモンとかね。でね、こんな風にホルモンを分泌するね。あのホルモンって血液の中をに分泌されるんだったよね。ホルモンを分泌する神経細胞は、神経細胞の本来の役割って何か、情報を伝えることだからね、電気的に、ね、もしくは化学物質を用いて何かね、あの明るいよとか、暗いよとか、音が鳴ってるよとかね、何かに触ってるよとか、ね、そういう情報を伝えるのが、または、思考したりね、考えたり、それがね、本来の役目なんだけど、こういうふうに、ホルモンを分泌できるやつも中にはいて、そいつだって超すごいよね。ね。そんな超すごい、この神経細胞には、特別に名前がついていて、こういうふうに、ホルモンを分泌する神経細胞を、神経分泌細胞って言います。スペシャルな、神経細胞だね。スペシャルな神経細胞、okay? この神経分泌細胞っていうのはホルモンを分泌する神経細胞。
ペシャルな神経細胞のことだよ。でね、こっからはね、ここまでの話をしっかり、理解して、マスターしてほしいんだけど、ここからちょっと難しいんだけど、これね、脳下垂体の紅葉には、これちょっと気持ち悪いんだけど、ここにいる神経分泌細胞が、体の一部をニューンと伸ばして、そしてここまで来ちゃうっていう。ね。さっきはさ、この道のりちょっと、まあ、本当はすごく短い距離なんだよ。だけど細胞からしたら結構長い距離で、ここの距離をホルモンを使って情報伝達したんだけど、おい、放出ホルモンで、おい、お前って、甲状腺刺激ホルモン出せよって、え、オッケーオッケー、分かったよって、甲状腺刺激ホルモン出したんだけど、見てこれ。ここまで来ちゃうっていう。だからここやっぱりね、神経細胞のこの形の面白さだよね。なんか面白いんだけど、で、こんな風にここまで来ちゃって、で、血管が、ここにも通ってて、こう直で、血管の中に、脳下垂体紅葉で、ホルモンを分泌する。こいつも神経分泌細胞だよ。こいつも神経分泌細胞。OK? こいつも神経分泌細胞。ここまでニョーンと自分の体の一部を伸ばして、ここで、直で脳下垂体紅葉まで伸びて、直でホルモンを分泌してる。例えば、バソプレシンなんかが脳下垂体紅葉で分泌されるホルモンとして有名だよ。ね。こんな風にね、肝脳の視床下部ね、とすぐ下にある脳下垂体、ね、で、神経分泌細胞の役割と一緒に、この場所もね、しっかり図説やね、教科書で見ておいてね、しっかりマスターしてください。